Hey guys, how are you doing? Welcome to another lesson on Academy TV. Last video, I was talking about 2時間後 in the past tense. But this time, 2時間後 in the future tense. ということで今日はですね、未来における何時間後とか何分後をどういうかということを英語で説明させていただきます。このオキトメ TV は英会話講師の私がためになる英語動画を上げております。まだまだ弱小チャンネルでございます。皆様のご協力が必要になっておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、今回はですね、未来の時間、何分後とか何週間後とかをどういうかっていうのを英語でお話をさせていただきたいと思います。10分後に戻ってきます。このフレーズをですね、例に挙げてみましょう。日本人の方はよく I'll be back after 10 minutes と言われます。通じないことはないと思うんですけども、ここは after ではなくて in 10 minutes、 こういうふうに言うと覚えてください。どうしてとかね、深く考えなくてここはいいんです。何分後、何週間後っていうのは in でいいんです。in の持ってるイメージっていうのは中っていうことですので、10分以内じゃないんですかって言われる方も多いと思うんですよ。でも以内っていうのは within っていう単語があるので、 I'll be back within 10 minutes っていうと10分以内ということになります。10分後、直帰時の時は10 minutes になります。もちろんですね、絶対直帰時に帰ってくるかどうか別ですよね。人の、 時間観念ってちょっと違うので、9分になったり11分になったりする人いるかもしれないです。基本的には数字の時間のところっていうことになりますね。では I'll be back 10 minutes later、 これは使えないのか、これもよく聞かれます。使えないんですよね。文法的にはいけそうなんですよ。でもそれを言うとネイティブの人は from now って聞き返してくるんですよね。つまり later だけ使ってしまうと、いつを基準にしてるかわからないんですね。通常 later っていうのはその前の文の文から何週間後とか何分後っていうのを想像するんですよ。ですから何もないのに突然 later って入れてしまうと、いつからの話っていうことになるみたいですね。だから from now って言わないとわからないみたいなんですよ。例えば3週間後に東京に行きます。 I'll go to Tokyo in 3 weeks。 そしてその3週間後に上海に行きます。I'll go to Shanghai 3 weeks later。 これは OK なんですね。最初に行った東京に行くっていうことを基準に、その3週間後だなっていうのが分かるからなんです。でも突然 I'll be back 10 minutes later っていうと、いつからの10 minutes later かって分からないみたいなんですね。で、ああなるほどなと思ったんですけど、でも later を使って現在を基準にして、その後っていう表現もあるんです。例えば I'll call you laterSee you later。 これはいつからかっていう話ではなくって、今から後でっていうことになりますよね。で、違いといえば3とか10とか時間の基準がないことなんですよ。 later だけ独立してポンと入れると、何と比べてるっていうわけではなくって、今から先という意味になるようなんですね。で、これそういう規則があるのかなと思ってグラマーの本を調べたりですね、ネイティブの使ってるいたりして、やっぱり出てこないんですよね。で、やっぱり日本人講師としては、生徒さんに説明したいので、こういう規則がありますっていうのを言いたいんですけど、規則としてあるのかどうかよくわからないんです。ただ、今の私のわかってる範囲ではlaterだけ独立して入れることは可能ですね。そうすると今を基準に、数字を入れるとそれは何と比べて3週間後なのか1週間後なのかっていうのを言わないといけないっていうのが、まあパターンのようですね。ということで今日は未来における何分後とかそういう話をさせていただきました。結構ですね、文法の話って難しいんですよね。ネイティブの人は自分がの周りで使われている英語を基準にして考えるんですけど、私の場合はいろんな英語が入ってきます。日本で勉強している限りはイギリスの英語も入ってくるし、アメリカの英語も入ってきますし、アメリカの英語だって西と東によって文法が違ったりもするんですよね。そういう時は文法書を使うんですけど、文法書っていうのは後付けなので、全てにルールを振ってくれてるわけではないんですよ。ですので結構ね、難しいんですね。で、やっぱり日本人講師としては生徒さんにその説明を求められます。で、やっぱりこういうビデオを作る時にですね、やっぱりちょっと調べ直さないといけないことってあるんですね。で、かえってそれが私にとって勉強になるかなと思って、いろいろこれからも説明に挑戦していきたいと思います。
それでは今日のビデオためになったと思われる方はいいねをよろしくお願いします。それでは See you!